はい、田村園著名人研究家の小村ですもうバス通りのところに来ておりますここはですね、えー、15区でございます前回の動画で、山室郡平さんのご紹介をさせていただきました、えー、このからのですね、動画はですね、えー、山室郡平さんのご家族のことをご紹介していきたいと思いますお墓は15区一種11川の一番でございます 旧世軍はです、ね、世界121の国と地域で働きを進める国際的なキリスト教、プロテスタントの教会でございます。本部は、えー、イギリスのロンドン、タマレーにはです、ね、日本旧世軍の財団の墓所がです、ね、3箇所あるんですね。救世軍士官、墓地、士官というのが7区、1州、5側の1番、旧世軍墓地、チャールズ・ D というのが2区、2州、2側の23番。 旧世軍社会部墓地というのが社会事業が二区二種十四側の四十二番でございます玉根園も、えー、旧世軍の墓地がございますそして、えー、もうここがですね、えー、もう見えております正面が山室軍兵さん、えー、そしてそのご家族が眠られる山室家のですね、えー、お墓がある墓所でございます到着しましたはいこれ入ってこちら側が山室軍兵さんの えー、墓,墓石になりますねそして、えー、軍兵さん前回の動画で紹介しましたので今回はですね、えー、ご家族を紹介していきたいと思い,思いますまずですね、えー、こちら山室紀恵子さんはい山室紀恵子の墓と刻まれてますね紀恵、えー、子さんはですね軍兵さんの、えー、前妻になります では、慶子さんのですね、ご紹介したいと思います。えー、山本慶子さんはですね、大正昭和期の教育者、社会事業家でございまして、日本救世軍の母と親しまれた方でございます。岩手県の花巻のご出身でございまして、旧藩士の娘、旧西場佐藤と、えー、言いました。佐藤慶子さんですね。 1891年の明治24年に上京されますそして明治女学校在学中に、えー、キリスト教の伝道者植村正久さんから受精されます、えー、なおこの植村正久さんのお墓も玉根にございまして、えー、一区一種一川の8番にございます明治女学校を卒業後はですね 女工場と呼ばれておりました学校でですね、女性教育をやられていた学校で教鞭を取り、また女学雑誌にも携われました。創設間もないですね、日本救世軍で軍兵さんが苦闘している姿に打たれ、家族の反対を押し切ってですね、1899年、明治32年に軍兵さんと結婚されました。 夫ともにですね、ええ、将棋を保護する婦人救済者の中心となりまして。更生施設東京婦人ホームの主任として婦人救済に尽力されました。また千九百五年明治三十八年に起こった東北地方の例外後ですね。百数十名の子供を引き取り、児童保護の救済に当たりました。また結核療養所設立に奔走しまして、尽力されております。 えー、43歳の若さで亡くなられております、えー、没後ですね、えー、津田梅子さんの提唱で療養所内に山室喜恵子、えー、記念街道が建てられましたこの喜恵子さんの意思によってですね、えー、病人搬送専用の自動車3台もこの時誕生されております 日本の最初の救急車がですね横浜山下町の消防署に導入されたのはその16年後の1933年のことでしたのでこれが救急車の先駆けでもございましたはいざっとですね山室恵子さんのご紹介させていただきましたこの軍兵さんと清子さんの間はですね長女の民子さんとか長男の武穂さんら6人の子供がおりました ただ、なくなって、早く亡くなってしまいまして、まだ子供たちも幼少であったためですね。軍平さんは、5歳を設けます。向かいます。え歳は、この悦子さんになります。はい。山室悦子さんでございます。山室悦子さんのご紹介していきたいと思います。山室悦子さんはですね。大正昭和期の社会事業家としても活躍されました。 軍、えー、平さんの五歳さんでございます。愛知県のご出身でございます。水野半五郎さんの三女。旧姓は水野でございます。本名はですね、越のエがまあのひらがなの難しい方のですね、昔のエの方ですね。この越でございます。ただ母子にはですね、これ母籍には漢字の越子を当ててますね。 名古屋市立第一高等女学校を卒業後一時距離で教職に就きますそして1913年の大正2年上京して旧正軍士官学校に入校翌年麻布小隊長になっております1915年からはですね士官学校の教官1917年11月、まあ、大正6年にはですねに軍平さんとですねご結婚されております 先妻の紀恵子さんのお子様が六人、そして実後は二人育てます。まあ子育てをしながらですね、家庭団、アイリン団、日曜学校教育など実印的な伝道と奉仕に献身されました。去年は五十三歳でございます。はい、山室悦子さんざっと紹介させていただきました。そしてその隣ですね、はいこちら。 こちらをこちらはですね。えー、軍平さんの娘さん、息子さんもが刻まれております。こちらには喜びをもって主に仕えようと、えー、刻まれてますね。はいで、山村民子さんは長女でございます。ちょっと長女の、えー、山室えー、民子さんご紹介していきたいと思います。 山室民子さんはですね、えー、昭和期の社会事業家でございます。軍平さんと木恵子さんのご長女でございます。本名は平原で民なんですが、こちら墓石にはですね、漢字の民子と刻んでますね。お父さんの影響でキリスト教の立場から社会教育に従事されます。東京女子大学卒業後にイギリスの旧西軍万国士官大学を卒業。 1942年昭和17年に日本キリスト教団構成局主事を務め戦後はですね日本救世軍本営総務部長労働省婦人少年問題審議会委員などを歴任されております国際キリスト教大学のですね評議員を務めてもおりました最終階級は救世軍大佐補でございます。 山室民子さんでございましたそしてその隣三子さんですね山室三子,、はい、子さんはい山室三子さんはの紹介もしたいと思います山室三子さんはですね、えー、昭和期の美術工芸教育者でございます山室郡平さんと紀恵子さんの次女でございます自由学園女子部を卒業されまして えー、卒業後、ですね1931年の7月昭和6年、です美術工芸の、えー、技術発展織物や染め物、えー、染色などのですね専門技術習得を求め、えー、同期の笹川和子さん、えー、和子さん旧姓は今井さんと言いましたこの、えー、和子さんと一緒にですねヨーロッパに渡りチェコスロバキアのですね国立工芸学校で工芸の基礎を学びました。 翌年、ベルリンに移ってドイツの造形学校バウハウスで基礎教育を担当していたヨハネス1点のです、ね・イッテンの塾、私塾ですね、イッテン修練にて工芸、基礎教育を学びました。山村さんと笹川さんは、イッテンからです、ね、直接学ぶ機会を与えられた、えーまあ、教え子になるわけですね。そして独自の造形論論。び色彩論 日本のわびさびとも通じる精神感性などを教わり感銘を受けますまあ一点に直接学んだ日本人唯一とされております1932年の11月に帰国されまして自由学園工芸研究所創立に参画これ現在の自由学園生活工芸研究所でございますね、えー、以降は自由学園の美術教師となりまして多くの教え子を輩出されておりますはい。 ちょっと簡単でございますが、タミコさん、ミツコさん紹介させていただきました。はい、そしてこの墓所にはですね、軍、えー、平さんのご長男、えー、山室武保さんもですね、えー、こちらの方に、はい、刻まれてますね。こちらに山室武保と刻んでおります。 はい、では山室武保さんのですねご紹介もしたいと思います昭和期の社会事業家でございまして、えー、著述家としても活躍されました、えー、軍兵さんと紀江子さんのご長男としてお生まれになります旧西軍の創立者ウィリアム・ブースのブとですねフレンド派の創始者ジョージ・ホックスのフォからですね武保と命名されました きえこ、ー、さんがですね、えーまあ、お母さんにあたりますがちょうど母さんが15歳の時に、えー、亡くなられております同志社大学余科終了後にですね早稲田第二高等学院文化を卒業されまして東京新学者進学校旧西軍士官学校を経て1928年昭和3年にイギリスの万国士官学校を卒業されました。 卒業後はですね、えー、旧成軍小隊長本営の青年部編集部士官学校などに勤務されました以後はですね、えー、分筆活動を主としてですね、えー、たくさん本も書いております、えー、特にお父さんのですね、山室軍平さんのことを書かれた本「山室軍平選手とかですね「えー、人類愛の首都、えー、ウィリアム・ブース平和の首都ジョージ・ホックス」 またはヘレンケラーデンなどですね。このような人物を取り上げたえまあ編長編長ですね、多数出されております。千九百七十一年の昭和四十六年ウィリアムブースト日本という論文でですね、アメリカの国際大学にからですね文学博士の博士号を取得されております。 著述の活動以外にもですね社会事業家としても活動されております日本禁種同盟理事や日本アルコール問題連盟協議会の理事などその他ですね日本アルコール医学会の評議員などですね男酒とかまあアルコールお酒に関する関連の団体の理事などですねそのようなことに従事もされております他にも日本展示図書館評議員や 愛の友教会理事、この愛の友協会というのはこれはですね死体不自由者へのですね、福祉活動ですねこちらのようなこのような活動のですね、奉仕活動なども行っておりましたざっと簡単ではございますが山室武法さんのご紹介をさせていただきましたはい、このように山室郡平さんのですね、お子様たちもですね えー、あと奥様たちもですね社会事業家として大変活動された活躍された方でございます。えー、前回の動画は郡平さんの、えー、際にですね、えー、ご紹介の際にお墓参りさせていただいておりますので、えー、ここでは、えー、僕と。 はい、えー、黙とう、まあ、合唱させていただきました、えー、山室郡平さんの、えー、前妻・千恵子さんそして、えー、5歳の悦子さん娘さんの民子さんと美津子さん、えー、そして息子さんの武法さんを、えー、この動画では紹介させていただきましたなお、えー、補足ですが こちらにはですね、えー、徳子さんもですね、徳子さんは五条ですね、そして清志さんは五男ですね、このように、えー、他のお子様も眠って、えー、おります。こちらの方は、まああの私の歴史が眠る玉ね園の、えー、ホームページの方に、えー、触れておりますので、そちらご覧いただければなと思います。はい、山室家の、えー、方々のご紹介と、えー、お墓参りでございました。 以上でございます。